昼飲みも組み止めると腰重いんで、はい、まあ、早く攻めたいところですね、うん、まあ、大きい相手には、まあ、力勝負はしない方がいいということを言っていて、そうですね、あのまずいきなり四つに組みに行くんじゃなくて突き放してから組みに行くと、そうですね、そっちの方が、はい、流れがいいと思います、さあ初めて英乃海との対戦です。とてもやりにくそうな相手ですということを言っていた大勝負、はい、うっといきなりのど差した英乃海、差し勝った、上手投げ逆転、大勝負の勝ち。完全に入られてしまって、そうですね、今はもう完全に英乃海もそうなったんですけど、そうですね、土俵際の逆転で3勝3敗、星を5分に戻しました。上手がおうとした手がちょっと抜けるような形になって、そうですね、まあ、英乃海もこのもろ差しの手が下から来てるんで、はい、うまく刺したんですけどね、で流れで上手を取って上手投げ、いやこれは反応力というのが出ました。膝は何かしゃがみ込むようにしながら、そうですね、左膝がかなりしなってましたね、序盤5日間繰り返ってすごく長く感じます。前に相撲を取るものは初めてなので、